早弁です。今日は秋田県県内由利本荘に来ております。こちらに、ね、山子さん割と最近オープンしたのかな、オープンしてそんな経ってない頃1回来たんですけれどもね、こちらもスタンプラリー本の対象プラス面徳本対象店舗なのでこの後行っていこうと思います。はい、来ました。こちらの方肉中華そば、小にしてね、面徳本の方でこの鶏飯がつくのでね、そちらで、頼んでみました。で骨肉中華そばっていうのもあるんですけど、以前来た時なかった気がするんだけど、そっちは白湯のようですね。いただいていきましょう。ちなみに比内地鶏と親鶏のみで取ってるスープっていうような話のようですね。いただきます。おお、あと醤油も7種ブレンドって話だけど、おお、なんだろう、昔ながらの中華そば的な、そんな感じの取り出しの聞き方がしてる気がしますね。麺は細麺縮れがあるそうですが、細麺がベースなのでそっちを頼みました。スープと麺合わさるとなんか相乗効果が生まれる感じだな。麺も小麦の香りがしていいですね。穂先メンマもねシャキシャキしてます。で結構油の層があるんですけどね、麺を食べるときにこの油がね麺に絡んでくるようなそんな感じですね。チャーシュー、そぼろになってんだね。これもなかなかこういうタイプの鶏飯食べないくらい、美味しいですね。ちょっと味付けは濃いめで、ちょっとでんぷっぽいようなそんなような味付けになってますね。この後も食べていきます。はい、いただいてまいりました。前回来た時はねオープンなのか改装後なのかわかんないけれども、割とオペレーションもねバタバタしてた感じがしたんですけど、今もう落ち着いてね、味の方もねあの頃よりブラッシュアップされてるかなっていう感じがしましたね。美味しくいただいてまいりました。またね鶏白湯とかも食べてみたいなと思いました。以上、雨でした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。